の演技をご覧いただきたいと思います。今年のアイスダンスの優勝候補筆頭、ソビエトのナタリア・ベスミアーノはアンドレイ・ウキ、コンパルソリーダンスでもトップに立っています。曲はカーニバルの夜です。一つ言えるのは、トービルディーン組がもう世界一をずっと独占してた間、この組はいつも2位、もうやっと今年になってトービルディーンが引退したからやっとその1位の座を取れる、まあ、一歩手前になってきましたね。そうですね、3年連続世界選手権2位でした。イギリスのトービルとディーンの組が4年連続世界チャンピオンになっていました。この OST は定められたリズムとテンポに合う音楽を自由に選んで、そのリズムと音楽の性格をステップ系列によって表現するという演技です。彼女たちはデビューした当初からこういった速いテンポのダンスが得意でしたね。そうですね、すごい印象に残っているのはチャップリンの曲を使ってものすごい速いテンポでもういきなりぐわーっと滑ったのがすごく印象的ですね。今年のフリーはカルメンを使ってしっかりイメージチェンジした演技を見せてくれますが、先月の欧州選手権でも見せていただきましたけど、多分あさってのフリーもまた素晴らしい演技を見せてくれるんじゃないかな。あれは楽しみですね、はい、今日は OSP です。オリジナルセットパターンダンス。この足の動きね、足さばき、はい、よく揃ってますし、早く動いてますし、すごいですね。頭の使い方も何とも言えない上手さですね。体が上下だけ動くんじゃなくて縦にもこうよく動くということだと思うんですけど、はい、これだけ速いリズムで足を動かしながら、しかも頭から手の指先に至るまで全部動いてるというところがね、はい、そこはやっぱり最終同じ方やんなきゃいけない、はい、ってことだと思うんですよね。大きな円でもそれから半分の円でもこれは構わないんですよね、はい、とにかく毎週しなければいけません。今のトーワークもとっても疲れると思います、はい、ふくらはぎの方そうだの、バレーをクラシックバレーを思わせますね、全然ミスがありませんでした。逆の今ポジションですね、普通であれば女性が下にパッと割るのが、今回は男性の方が下で割る、とても良かったですね。ナタリア・ベストミアーのアンドレ・ブーキン、素晴らしい OSP を見せてくれました。リプレイでご覧ください。5.9 が、1つ、2つ、3つ、4つ出てますね。得点が出てきました。 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.7。今ご覧いただいている範囲、これがコンポジション、ダンスの難しさや変化、ステップの配置、いわゆる組み立てですね。この後プレゼンテーションが出てまいります。音楽に合った表現、こちらはどうでしょうか。あ、惜しいですね。ちょっとこう7番ですが 5.4 そうですね、
ゼロは出ませんでした。しかしデステミアーノはブーキン、まずトップ間違いないでしょう。5.7